長官よは、主演映画、戦場のレクイエムで知られる、中華人民共和国の俳優。北京市出身。幼児より映画好きでセリフの声色を真似て遊ぶうち、声優業に強い関心を抱くようになり、中高生時代にアニメの吹き替えのアルバイトを経験する。高校卒業後、中国ススコ文工団話劇団に入団。1985年に、北京。 中央儀劇学院表演形に入学し、演技を学ぶ。1988年に卒業後は、文工団に戻り、約10年間声優として様々なジャンルの作品の吹き替えを担当した。1990年代の終わり頃より、実写の世界での俳優活動も開始。テレビドラマ、夢返し的地方で芸術顧問に当たった、表佐竹と知り合い。 彼の監督作品の常連俳優となる。しかし演じたのは大半が役名のない脇役であったため、竜刀を氷砂竹の御用竜、刀と呼ばれることにもなった。2007年、一大天気が訪れる。氷砂竹が戦争映画、戦場のレクイエムの主役に、長官用抜擢。無名の古参兵、谷口の演技は、 映画のヒットと共に評判を呼び、竜東王は一躍スターの座に駆け上がった。この作品の演技で、2008年の近景、桃か進む、金馬、進むの主演団優勝をはじめ、多数の映画賞を受賞している。既婚、か目あり。前述の通り、声優業としても活躍しており、ディズニーアニメを代表するキャラクタードナルド・ダックの、 中国語吹き替えを担当していることでも、中国国内では有名である。また、日本のアニメ、母を訪ねて3000里の中国語版に参加した過去を、持つ。ありがとうございます。